リアフ2024アイドルグループは女性ファンが多いイメージがありますが、ナンバーアンダーライン愛はそれを超え、性別や年齢を問わず多くの支持者がいます。ナンバーアンダーライン愛は IL アイスメンから温かい声援を受けました。フェスティバルという舞台は、ただの音楽イベントではなく、アーティストと観客が一体となる瞬間を作り出す特別な場所です。その瞬間の中で、 特に注目を集めたのがナンバーアンダーラインアイというグループでした。彼らの名前がフェスのリストに載ったとき、期待と興奮が高まるのは当然のことでした。彼らは音楽の世界に新しい風を吹き込む存在であり、彼らのパフォーマンスは、ただ見るだけでなく、感じるものでした。ロック・イン・ジャパン・フェス2024での彼らのパフォーマンスは、観客の心をわしづかみにしました。音楽が始まると同時に、 会場全体が熱狂に包まれ、彼らが放つエネルギーは、ステージから遠く離れた場所にまで届きました。観客は彼らの一挙手一投足に目を奪われ、特に彼らのダンスパフォーマンスは、見る者を魅了し、その技術と表現力の高さに驚嘆しました。しかし、ナンバーアンダーライン愛の魅力は単に彼らの音楽やダンスだけにとどまりません。彼らが持つ、一体感が、 観客との絆を深める重要な要素となっています。彼らはファンとの距離を感じさせないスタイルを持ち、それが特にフェスのような大規模なイベントで顕著に現れます。フェスの熱狂的な雰囲気の中で、彼らは観客と一体となり、共に楽しむことで、その場にいる全員が特別な瞬間を共有することができるのです。ナンバーアンダーライン愛の3人、平野翔ガン優太、神宮寺優太は、 それぞれぞが独自の個性と才能を持っています平野はそのカリスマ性と圧倒的な存在感で、ステージ全体を支配します。彼がステージに立つと、すべての視線が彼に集中し、彼の声や動き一つ一つが観客に強く訴えかけます。騎士は、その技術的なダンスと歌唱力で、観客を引き込む力を持っています。彼のパフォーマンスは、時には軽やかで、時には力強く、 観客を彼の世界に誘い込みますそして神宮寺は、その繊細な表現力と感情豊かな歌声で、観客の心に深く響く演技を見せます。彼の歌声は、まるで心の奥底に直接語りかけてくるようであり、その歌詞の一つ一つが観客に深い感動を与えます。サマーソニックでの彼らのパフォーマンスは、ロック・イン・ジャパン・フェス。2024に続く一大イベントとなりました。 フェスに参加したファンたちは、その熱気と興奮を伝えるため、SNS を通じて感想や写真をシェアし続けました。特に印象的だったのは、男性ファンからの歓声が非常に多かったことです。通常、アイドルグループには女性ファンが多いイメージがありますが、ナンバーアンダーライン愛はその枠を超えて、性別や年齢を問わず、多くの人々に支持されています。彼らの音楽とパフォーマンスが、 ジェンダーや世代を超えて多くの人々に受け入れられていることは、彼らが持つ普遍的な魅力の証です。また、彼らが参加した NHK のエキスポの収録でも、会場は大いに盛り上がりを見せました。テレビで見た視聴者からは、あの場にいたかったという声が多く寄せられ、その場にいなかったファンも、彼らのパフォーマンスを心待ちにしていたことがうかがえます。特に、シニア層のファンたちは、 夏の暑さを避けてフェスへの参加を諦めたものの、テレビや SNS を通じて彼らの活躍を追い続けています。彼らにとって、ナンバーアンダーライン愛の存在は、日常の中での一つの楽しみであり、彼らの音楽やパフォーマンスが、日々の生活に活力を与える存在となっています。ナンバーアンダーライン愛の活動は、音楽の枠を超えて、彼ら自身が一つの、文化となりつつあります。彼らが持つ、 愛というシンボルは、ファンとの一体感を象徴しており、グループ名の背後にある意味は、深い共感を呼び起こします。彼らのロゴがステージに映し出されるだけで、その場の雰囲気が一変し、観客は彼らの世界に引き込まれていきます。この愛というシンボルが持つ力は、単なるデザイン以上のものであり、ファンとの絆を象徴するものとして、強いインパクトを与えています。また 彼らのパフォーマンスは、観客に対して非常に親しみやすいものであり、彼らのステージに参加することで、ファンはまるで自分自身がその一部であるかのような感覚を味わうことができます。特に、前方の観客席での体験は、まさに、性の感覚を味わうことができる特別なものであり、その近さがファンにとって一層の感動をもたらします。観客とステージの距離が近いことで、 観客は彼らのパフォーマンスをよりリアルに感じることができ、彼らの音楽やダンスが持つ力を直接体感することができるのです。ナンバーアンダーライン愛の人気は、SNS のフォロワー数や YouTube の登録者数にも表れています。ロックインジャパンフェス。2024の直前からフォロワー数が急増し、その勢いはとどまるところを知りません。彼らの魅力が徐々に広がり続けていることは明らかであり、 それが他のアーティストやグループにも影響を与えていることは否定できません。彼らの音楽が持つ力と、それを支えるファンとの絆が、今後さらに多くの人々に伝わっていくことでしょう。フェスティバルの興奮が冷めやらぬ中、ファンたちは彼らの次なるパフォーマンスを心待ちにしています。特に、秋に予定されているツアーでは、多くのファンが彼らと直接会うことを期待しています。彼らのパフォーマンスは、 一度見たら忘れられないものであり、直接その場で体験したファンたちは、彼らの魅力に取りつかれてしまいます。そのため、次のツアーでチケットを手に入れることは、多くのファンにとって重要な目標となっています。私自身も、彼らのパフォーマンスを一度見たら、その魅力に取りつかれてしまった一人です。彼らの音楽やダンスが持つ力は、ただのエンターテインメントを超えて、心の深いところに響くものがあります。 彼らのステージでの一挙手一投足は、まるで心に直接語りかけてくるかのようであり、その感動は言葉では言い表せないほどです。彼らのパフォーマンスを見るたびに、その瞬間の輝きが私の心に刻まれ、それが日常の中での大きな活力となっています。ナンバーアンダーライン愛の存在は、音楽業界において特別なものとなっています。彼らは単なるアイドルグループではなく、一つの文化として、 そして一つの現象として、多くの人々に影響を与え続けています。彼らの音楽やパフォーマンスは、日常の中での一つの癒しとして、多くの人々に受け入れられています。そして、その魅力は今後も広がり続け、彼らのファン層はさらに拡大していくことでしょう。平野翔の存在感は、言わずもがなだ。彼の持つカリスマ性とステージでの表現力は、 これまで多くのファンを魅了してきた。しかし、サマーソニックでの彼は、これまで以上にエネルギッシュでありながらも、どこか成熟した一面を見せていた。T シャツにデニム、そして右腰に巻いたベージュのバンダナというシンプルなスタイルが、彼のナチュラルな魅力を引き立てていたのだ。観客の視線を一瞬たりとも離さないそのパフォーマンスは、まさに、鬼最高と表現されるにふさわしいものだった。キシユタは、 たた別の側面で観客を驚かせたロックインジャパンフェスで彼の歌声を聞いたファンの中には、これまでの彼のイメージと全く違うと感じたものも多かった。特に、彼の持つ深みと温かみのある性質が、フェスの熱気に包まれた会場全体に響き渡った瞬間、その場にいたすべての人々が彼の新たな魅力を感じ取っただろう。ここまで歌えるとは思わなかった、と語るファンも少なくなかったことからも、 騎士のパフォーマンスがいかに強烈だったかが伺える。神宮寺雄太もまた、独自の存在感を放っていた。彼のウィンク一つで観客は歓声を上げ、その場の空気は一気に高揚した。彼が持つ独特の優雅さと、時折見せるシャープな表現が絶妙に混ざり合い、見るものを引き込んでいった。フェスの観客層は、若者から年配のファンまで幅広く、 特に彼のパフォーマンスにはシニア層も熱狂的な支持を送っていたのが印象的だった。ナンバーアンダーラインアイのステージには、単なるパフォーマンス以上の何かがあった。彼らが発する音楽は、スクリーン越しでも十分にその力を感じることができるが、実際にその場にいると、全く違う次元の感動が押し寄せてくる。それはまさに、生の体験であり、彼らのライブには独特のエネルギーがある。そのエネルギーは、 観客のの興奮や感動としててダイレクトに返ってくるのだ実際にフェスに参加したファンたちは、SNS やブログなどでその興奮を共有し、その声がさらに多くの人々に届くことで、ナンバーアンダーライン愛の人気はますます高まっていく。彼らのパフォーマンスがこれほどまでに人々を魅了する理由は、そのリアルさ、ニアルと言えるだろう。音楽業界においては、 スタジオで完璧に仕上げられた作品がリリースされるのが一般的だが、ナンバーアンダーライン愛はライブでこそその進化を発揮する。彼らの歌声、ダンス、そして表現力が、性のステージで融合することで、観客にしか味わえない特別な瞬間が生まれるのだ。この夏、彼らが参加したフェスは、単なる音楽イベント以上の意味を持つものとなった。特に、彼らのファンにとっては、 ナンバーアンダーラインアイのステージを直接見ることができたという体験が、今後の彼らの活動をさらに応援する原動力となることは間違いない。これからのナンバーアンダーラインアイがどのような進化を遂げていくのか、その未来がますます楽しみだ。ファンたちが感じた熱狂と感動は、フェスが終わった後も冷めることはなく、彼らの SNS や YouTube チャンネルの登録者数は急増している。その背景には、 彼らが提供するコンテンツがただのエンターテイメントではなく、ファンとのつながりを強く意識したものであるという点がある。彼らの活動は、ファン一人一人に寄り添い、その期待に依頼続ける姿勢が一貫している。これこそが、彼らが多くの人々から愛される理由の一つであり、今後もその魅力がさらに広がっていくことだろう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、これまでの活動を通じて培ってきた経験を、 フェスという特別な舞台で存分に発揮した平野翔のカリスマ性、ガン・ユータの歌唱力、神宮寺ユータの表現力、それぞれが独自の個性を持ちながらも、彼らが一体となって生み出すパフォーマンスは、まさに唯一無二のものだ。今後も彼らの活動から目が離せない。次に彼らがどのような驚きをもたらしてくれるのか、ファンだけでなく、多くの音楽ファンがその瞬間を楽しみにしていることだろう。 夏のフェスティバルは終わりを迎えたが、その余韻はまだ続いている。そしてその中心には、ナンバーアンダーライン愛がいる。彼らが生み出した音楽とパフォーマンスは、この夏を象徴する一瞬一瞬となり、観客の心に深く刻まれた。来年の夏、また新たなステージで彼らと再会することを、すでに多くの人々が待ち望んでいる。最後に、 皆さんはこの夏のナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスをどのように感じましたかまた、次回のフェスティバルで彼らに期待することは何ですかぜひ、あなたの思いを聞かせてください。それでは、また次のステージでお会いしましょう。